シグマ MC74 は1974年にシグマオートモーティブが設計、開発を行い、マツダのロータリーエンジン 12A を搭載した純国産マシン。国際自動車連盟のスポーツカーである。日本車として初めてルマン24時間レースで24時間を走り切ったが、レース中に発生したトラブル対応のためにピットストップ時間が長くなったため規定周回数を 達成することができず、公式記録では、乾燥扱いとはなっていない。シグマ MC74 は、前モデルのシグマ MC73 よりルマンでの直線スピードを向上させると同時に、MC73 で発生したトラブルを対策することを目的に設計、製造された FIA のスポーツカーに準拠したマシンである。ちなみに、MC は、メイクスチャンピオンの略。 MC73 と同じ方式のツインチューブアルミモノコックを採用。モノコックには現在航空機で主として使用されている三元アルミを採用し強度向上を図った。エンジンマウントも MC73 と同じスペースフレームによる方式であった。サスペンション方式も MC73 と同じ方式を採用。ただし搭載するエンジンが、 ロータリーエンジンの 12A になり、最低車両重量が 3000cc クラスと同じになるので、バラストを搭載する代わりに、シャー四角部の補強に使用した。MC73 よりドラッグを低下させる、空力対応で、当時 6km ものストレートを持っていたルマンでの、ストレートでの最高速度を向上させることを目的にデザインされた。フロントカウルは、 フロントオーバーハングを長くしフロントのドラッグ低減を図った。リアカウルはロングテールとしてリアウィングを廃止しリアカウルエンドに垂直フィンを設置しダウンォースによる整流効果を狙いストレート走行時のハンドリング安定性とトップスピードの引き上げが図られた。このリアカウルは1971年のポルシェ 917K で実施された 改善手法と同一である。カウル自体は滑らかな局面で構成され空気抵抗を減らしている。さらにタイヤのホイールアーチ部での空気の巻き込みを防止するためにタイヤの側面の約25%をカバーするカウルとし、この結果 MC73 より全長、全幅とも大きくなった。リアウィングの廃止によるダウンホースの低下に対しては、 モノコック両サイドのツインチューブ部の底面形状をベンチュリ状に加工してダウンホース獲得を図った。この構造の採用は1977年の F1 のロータス78より早く世界最初のウイングカーとなったが効果があったかどうかは不明である。MC74 は蒸気の内容で空気抵抗の削減を実施したが全幅の増加は 全面投影面積の増大となり、直線速度の向上という目的達成が果たせない一因になった。エンジンは、高潮馬力機 260PS のマツダ12、A ロータリーエンジンのみ搭載。マツダ王と東京がチューニングとメンテナンスを受け持った。ありがとうございます。